んちえ。んちえ。今回は、はい、バドミントン部員大募集です。お最近8月入って、はい、ちょっと毎週週に3回バドミントンやってんだけど、はい、それに来てくれる人。今3人でやってますもんね。ほぼ3人。たまに釣りいろはと釣りばっかりが来てくれるけど、あと前に佐賀よかメンバー結構来る、うん、かよぴんと早間とジャゲ。でもまあほぼほぼ3人週に1回誰か来るかなぐらいでやってるので上手な人来てほしいなって、まあ、上手下手関係なしに週1回でも来れる人、はい、平日の夜とかにやってるから、はい、学生は無理だね、うん、社会人の人で運動を本気でやりたいっていう人、はい、ちょっとそのうちさ、はい、草バドミントンチーム作ってさ大会とか出たりまあ俺ら本当にね部活でやったこともなければ、うん、中学校の授業でしかやったことないから、うん、下手っぴだけど、はい、なんか YouTube で勉強して練習してるの高松ペアに憧れてめっちゃ見てますもんねめっちゃ見てる1年ぐらいやった佐賀よか時代に1年ぐらいやったんだよね、うんはい、1年ぐらいやってで忙しく釣りよかで忙しくなって、うん、やらなくなったけど最近またちょっとだけ余裕ができたから、はい、運動はしないと体に悪いってことでちょっと復活しましたちょっと復活して真面目にやってるのでぜひ社会人の方で、はい、佐賀に住んでて、はいまあ、福岡とかでもいいけど、うんまあ、30分圏内ぐらいの人がいいな、うん、めっちゃ遠くからさ毎週鹿児島から来るぜって言われても申し訳ないから、はい、それはちょっと多分断ると思うんで、はいまあ、来れる県内範囲の人で、うん、男女問わず、はい、真剣にやりたいっていう人だけ大募集しております。どんな感じでやってるかってことで練習風景も撮ってきたんで、はい、昨日も3人だったからね、ですね練習してあとそれだけじゃ面白くないから3人の試合、うん、トーナメントをしてきましたです、ね、なのでその様子あんま面白くないと思うけど、まあ、それだけ見ていってくれメールをください yorai@gmail.com もう下に出てます、はい、概要欄に書いてるのでそこにあのメールくださいどこ住んでてやりたいです、はい、平日が火曜が8時から10時木曜が6時から8時土曜日が昼間2時から5時にやってます、はい、で場所とかは何も言わないからまあまあ差が近い人連絡ください、はい、待ってますメールの方にメールの方に、はい、ということでちょっと練習復帰をどうぞお待ちしておりますスリオカマッチ五点選手決勝俺シード選手でじゃあもうね4試合でもする元気ない技キムとハタから五点選手ね行くぞ
あ、いいんだ。兄さん。まあこんな感じでやっております。